この一戦はグラップリングのエキシビションマッチ5分1ラウンドです。本来は新龍誠とビョン・ジェウンの対戦だったんですが、ビョン・ジェウンがコロナウイルスの影響で来日することがかなわずということになりました。急遽のこのグラップリングエキシビションマッチ、期せずして両王者の戦いがこのような豪華に見られるということになりました。そうですね、なかなか見れませんからね、はい、ストロー級王者の越智晴男、フライ級王者の新龍誠、金のタイツを履いております新龍誠です。黒いトランクスが越智晴男、一旦離れていきます両者です。おお、いいですね、フロントタックルに行った落ちフロントを抱えているのは新龍です。ここから相手の 左手に、新龍選手の右手を引っ掛ければネルソンっていうのに変えられるんで、はい、はい、あ、マウント取りましたね。一旦外れましたがマウントを取っていく新龍です。ここからあと相手のブリッジに気をつけて、はい、はい、そうですね、しっかり対処できてますね。お、素早いフットワーク、そこから持ち上げていく新龍、ここから右足入れてバックですか、ね、はい、今だと左ですね、はい、一旦離れていきます。展開が多いですね。そうですね、面白いですね、はい、さすがの実力者両者というところですね。さあタックルにゴチ両足を開いてこれを切っていく新龍です。あ、今足感ですね。おお、足をかけていく。あとは誠選手は、はい、ここでバック取られない、はい、そうですね、さあバックを取っていく新龍。その新龍誠も、牛久選手は練習などは、ああ、そうですね、はい、たまに練習させていただいてます、はい、どういう風なファイターという印象を持ってますか。あ、すごく体も強くて、はい、で技術もあってすごくいいです、はい、はい。足にしがみついているのが落ち張る。おお、力ありますね。持ち上げていく。落ちはこうリトルハンマーと言われるような剛腕と、あとチョークスリーパーが必殺武器を持っという落ちです。まもなくこの一戦も半分を切ろうとしています。ひっくり返す。さあそこからまたいでいきます。あ、うまいですね、相手に合わせてバック取りに行きましたね、はい、バックしがみついております新龍です。投げる。新龍選手見せますね。はい、そうですね。なかなかこう大きなパフォーマンスをしてくれますよね。はい。あ、さあ、オチが首にかけているが、崩れました。立ち上がります、新龍です。右足で足をかけようかという体勢。そうですね、相手の左足にかけて、はい、外掛けで倒すって感じです、うん、はい、こういった展開を第三者目線からご覧になっていくというのは自身のこう何か次の展開にこう生きていくものなんですか。ああ、そうですね、逆にあ、こういう状況でこう、はい、こういう技やるんだとか、うん、すごく勉強になりますね、はいはい、それがこう牛久選手としても次の戦いにこう何かプラスになっていくものなんですか。そうですね、次の試合のステップアップにもなりますし、はい、すごくいいです。残り時間は1分を切りました。おー、持ち上げている。後ろに倒す格好になりました。越智晴男はここまで2度防衛に成功しております。ストロー級のチャンピオンです。あ、またフロントです、はい、ここから三角、あ、今手
ああ、いいです。落ちがタップしました。残り時間30秒切りました。新竜いい攻めを見せましたね。そうですね。切り替えがすごい上手です、ね。はい。新竜誠は去年6月の柴田モンキー雄也との一戦でフルマークの判定勝利を挙げまして、リーグフライ級のチャンピオン暫定、そして和田が返上したので正式なチャンピオンに輝いています。ここで5分1ラウンドのエキシビジョンマッチは終了となりました。いやなかなか豪華な顔、いやそうですね、なかなか見れなくて、しかも展開も多くて、はい、なんかすごい楽しかったですね。両者ともこうお客さんに見せるというのも意識してくれたような、はいそうですね、展開でしたね。豪快に持ち上げて、ね、はい、マイクがあるようです。すみません。大体そういうジャズの話です。ちょっと年末は、勝つことができなくて、ディープの団体の強さを証明できなかったので、今年は、これから勝っていって、証明していきたいと思います。この後、すごい面白い試合があるので、楽しみにしていてください。ありがとうございました。ありがとうございます。すみません。次の選手に行こうと思います。最後だけ大金チャンピオン、新竜誠です。ありがとうございます。たくさんのご来場ありがとうございます。そして結構シミジョン待ってくれてどうした、ありがとうございます。これから一緒にリーグ盛り上げていきましょう。そして結構ちょっと言いたいことがあります。今僕体ピンピンしてるんで、大金をまんまぜひ出してください。よろしくお願いします。坂本さん、新竜選手は T シャツを作ったようですね。ああそうですね、はい、その話も上がりました。そしてライジンへのアピールもありましたね。暫定王者だったんですが、和田勝光選手がベルトを返上しましたので、第5代フライ級王者となった新竜誠です。次はさらに大きな舞台で見たいですね。そうですね、すごく期待したいですね。はい。